な。H H だったよ、もしかしてここ。H H だったよ、もしかしてここ。H H だったよ、もしかしてここ。Yo yo yo, the hot lady on the cable, yeah. H だったよ、もしかしてここ。YouTube。よほー、いいちゃんだよー。皆さん、ホワイトナイト見てくれましたか？パワーワードいっぱいのね。でも結構なんか突発でね、ホワイトナイトはやるよーってなったんですけど、でも台数いっぱいいましたね。ちょっとハプニングありきな夜でしたけども、これからもっと暖かくなってから増えるんですかねえ。あのね、周りで集まりとかやるよーみたいな人とかいたらぜひぜひご連絡ください。タイミング合えば行けちゃったりもしなくもないと思いますので。そして今回の動画はですね、初めてジェットシティに着弾いたしました。みんなが大好きね、よくイベントの動画でも出てくるなっちゃんも出てきますので、お楽しみに。前半だからね。最近どう？美味しいお好み焼き食べてる？どうもゆいです。広島風って言っちゃいけないんだよ。だから言わなかった。うまかったねってことでね、はい、今日はなんと、はい、広島におる、はい、でで、あ、全然何もっすね。な、え、ソラソラ、はい、初ジェットシティに着弾、うん、来たね。来ました。ちょっと今回ね、うん、広島に、まあ、たまたまちょっとね、ご注文のお車の引き上げがありまして、別の要件があって。そうです、その要件があって、ね、すごい急遽、おとといぐらい、うん、撮影日からで言うとね、おとといぐらいにジェットシティ行こうみたいになって来ちゃいました。はい、夏休みだ、行ってみよう、行ってみましょう。なと思うんですけど、これ例のね、はい、アメリカまで行きましたから。オートサロンでも見たじゃん。ええ、オートサロンもいたし、アメリカにも行ったね、話題のマスタングでございます、うん、すごくね。いや、すげえよすごくね、ね、あのインスタで制作途中とか見せたけど、はい、これすげえんだよ、これ塗ったのすげえの、塗ったのすげえの。そう、このバディのペイントをしてる人たちも、はい、すげえ人たちが塗ってるの。そうなんですか。そう、バディペイント、有名な人がね、はい、やってる。え？いや、誰だよって言ってくれるのかなって。それは調べて。あ、わかりました。皆さん調べてみてください。答えが分かった人はコメント欄、そうだね、正解だねって言ってあげるから隣のね、うん、バブ、そう、これもさ、すごいよね。すごいんだよ。なんでこれ作ろうと思ったん？やっちゃってんだ、マットマックス。あ、そういうことか。多分、確かに勝手な予想ね。すごいね。しかもマフラーもなんかサイド3本出とる。すごいんだよ、うん、でも、面白いと思う。うん、確かに。マットマックス、いや多分あれかな、ワイルドスピードかな。あー、どっちもありだね。ね、どっちもあるわ。あとで聞いて。そうですね、なんかあれだもんね、なんだっけ、飛行機から、飛行機でさ、落ちてくる時のビョーンってやつ、突撃したいやつっぽいやつみたいなね。はい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 、このパターンの、はい、あれで作ってる。まあ、手図が乗る感じのやつね。そうそうそう、うんうんうん、すごいんだよ、ね、どんぐらい上がってんのかわかんないけど、まあ、何だ、斬新だよ。あ、だってこれあれだで、何、足エアバッグ入ってるから、こっからさらに上がるよ。ほんとだ、マジじゃん、すごくね。すごいね、ほんと斬新だ。面白いよ。マグナムでこれを作ろうって思ったところもすごい、うんうん、確かに作れるよ。すごいすごい、面白い、
バーとか後ろ突かれたら狂気だよ。あ、そうだね。あらんこぶし、あれはやばいやつ。隣もね、ね、隣もほら王道なさ、そうだね、王道な感じのおしゃれマグナム、ね、そう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 、うん、でゆいちゃんも前のさからね、そうですね、マグナム懐かしいです ね、うちのもとかゆいのもピンスト入ってたしね。ああそうだね、うん、ここまで入ってなかったけどね。そう、こんなにがっつりじゃないですか、ね、うちはまあ逆にサイドとかにね、うん、ちょろちょろって入れたりしてたんですけど、懐かしい。こんな感じの車を作っている、そう、ジェットシーさんにね、突入してみよう、行ってみよう。 YouTube 門構えもおしゃれだ。そう、しかもトロフィーめちゃくちゃすごい、すげえ、ね、半端じゃない。行ってみましょう。こんにちは。あれ？おしゃれだな。おしゃれだね。すごいよ。見て。めちゃめちゃある。めっちゃいっぱいあるよ。あれ？テンションない？ないね。応答もなかったけど。ん？声する？声する。声する。声する。おおおおおい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 。ちょっとちょっと。あ、あの。大人の事情のところ入っちゃう。大人の事情のところ入っちゃう。いらっしゃいませ。取らないで。取らないで。今のなしで。取らないで。今の。ちょっとね、あの、誰もいなかったんだろうね。そう。今のはなかったことだ。まあ使いますけど。ガンガン使う、ね。はい、使いますけどね。ということで、はい、ご紹介お願いします。そうですね。ジェットシティの萩原さんと、はい、みんなが大好き、はい、なっちゃんでございます。こんにちは。ついにね。ついに来ました。ついに来ました。ね、突然来た。はい。しかもなっちゃんの方こそ急遽。急遽大阪から来ました。さすが。さすがですよ。YouTube のために来てんな。さすが。さすが。YouTube と俺のためにね。あかん。YouTube のためにね。YouTube のために。なっちゃんの反応がさ、ちょっとリアル。確かに。確かに。めちゃくちゃリアルなの。なっちゃんやっぱ女優さんなんで。おい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 、ちょっとちょっと、じゃあちょっと真面目にいきますか。切り替えてね。はい、切り替えて、もうまずじゃあ萩原さんにね、ジェットシティ、うん、まあなんかカスタムがね、うん、メインだと思われているんだけどもっておっしゃってたので、まあ、ジェットシティね、こんなお店なんだよっていうのをちょっと紹介していただければと。はい、はい、2002年にオープンして、はい、今年で20周年です、うん、おお、ちょうど20周年おめでとうございます。ありがとうございます。で、ほんとさっきゆいちゃんも言ったように、うん、なんかカスタムショップの色がすごく強くて、うんうん、そう思われがちだけど、基本車屋です。車屋さん、車屋です、ね、まあ、もちろんね、全然普通にこう整備するスペースもございますし、そうそうそう、なんでまあアメ車がメインじゃけど、その日本車だったり欧州車だって、うん、元々がその20年前やりだした時は欧州車屋さん、BM とかワーゲンとか、そうなんですね、ベンツとかがメインで、3年目ぐらいからアメ車をやりましたから、うんうんうん、でまあ販売、その頃もカスタムせずに販売だけ、うん、販売と修理で、まあカスタムもするようになって、今はもうそのカスタムの色があまり強くなりすぎて、ここ車売ってたんですかみたいなって言われるようになったので。なるほどね、わかる、はい、まあまあそうだね、うちもまあ似たり寄ったりな。でその車の販売の仕入れはそのアメリカから直接アメリカのオークションだったりとか、うんうん、あっちで探して車を引っ張ってきてるんで、でまあ、日本にない車種だったりとか、うんうん、まあ、日本にない少ない希少車とか、はい、旧車とか、はい、全部。なるほど、もうそういうのも相談していただければ、もちろん車両販売もやってますよと、はいはい、確かにね、カスタム色めちゃくちゃ強いですよね。そう、もう結構でもね、うん、カスタム屋さんって車売ってねえんじゃねえかみたいな。そうそうそう、なんでだろうね。うちもそうじゃん。なんかカスタムだけにそんな特化してるわけじゃない、うん、売ってるよっていうさ。そうそうそう、一番さショックなのが、
車買ったんでいじってくださいって言われる。そう、買え、待って待って、うちでまず買ってみたいな。確かに確かに、それあるね。多いです。そっかそっか、まあ、多いですよね。多い。カスタム屋さんはまあイコール車屋さんなんでね、うん、元をたどれば。まあでも、まあまあまあ、カスタムしかやってないところもあるけど。あ、まあ、まあ、あるけどね。うちのユーザーなんかがその友達を紹介してくれたりするけど、うん、いや僕車いじらないんでみたいな。いや違うんだよね。普通にあの軽バン買えるし、そう、整備もできるのよとね。確かに確かに、もちろん別に車検ね出してもらうとか、うん、まあね、カスタムはカスタムでありがたいけど、うんうんうん、まあやっぱメインは車屋なんで、うんうん、買ってください。販売もね、そうですね、ぜひぜひ、はい、ぜひ、在庫になくても探せます。探せます。もちろん店頭にあるだけが全てではございません、はいはいはい、店頭在庫はカスタム屋さんはほとんどありません。ありません間違いない。何が売れるか分かんないんでありません。そうですね、はい、基本うちは在庫を持たずに、うんうん、そのお客さんが言うものをその場で探して、なるほど、予算とその程度だったりとか、うんうんうん、在庫してしまうとどうしてもいろんな余計な原価がかかるんで。そうですね、ちょっとその分をコストダウンさせるために、うん、在庫を極力持たない。まだ相談を受けて、まあお客様に合ったねお車を探してですね。そうそうそう。ということでね、まあ ZC さんね、大きい通り沿いにもあるんでね、うん、気になる方も多分いらっしゃると思うので、まあ、カスタムのみならず販売もやってらっしゃいますので遊びに来てください、はいはい、ぜひぜひぜひ。このあ、どうぞ。あ、どうぞ。仲良し。広島の、夏からでもいい？いや、いい。広島の繁華街からも遠くなる。そうそうそう。あ、そうだね。そうそうそう。すごい近かったよね。そうそうそう。だからいつでも来てください。確かに。もしかしたらタイミングよかったらね、なっちゃんいるかもしれないでしょ。そう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 だね、なっちゃんに会える確率あるかもしれない、うん、なっちゃんの父が見れるかもしれない。そう、うん、そうだね、うん、ぜひ。夏パイがお待ちしております何を何を目的にいや目的は何でもいい。まあまあね、そう、まあ、なっちゃんのおっぱいだよ。やっぱだからなっちゃんに会える日を夢見て通い詰めてもらうのもよし。そうだよ、オイル交換でもな。だって夏美さんいますかって言って車乗って、うん、もううちのお客さんじゃない人いきなり来て、あ、結構来るでも来る来る、問い合わせ電話とか。へえ。でこの間も来た人の車見たら、うん、車検をちょっと前に受けたばっかり、うんうん、うちで受けろやった。車検も受けたまってますってことね。そうそう、それをね、ちょっと口悪かったけど、ね、車検もやってますよって。そうだ、まあ、やっぱね、その車検をジェットさんでお願いすることによってなっちゃんにも会える確率が格段に上がるわけですよ。車もね、預けず買わず会いに来るなってことですね。はい、まあ、それ多分うちでもある話ですけど、はい、そう、さっきゆいちゃんが言ったみたいに、うん、このメイン通り沿いだけ で、 そうですね。でよくね、うちは突然バーベキューを始めたりとか。へえ、まあでもこんだけね前広かったら、そう、うん、バーベキューをし始めてしとったら、ここの通りで、まあ、見えるわけじゃん、うん、来て、うん、バーベキュー入れてもらっていいですかとか言って。え、全然知らない。全然知らない。へー、来たりもするの。すごいですね。で、おー、いいよいいよって言って、うんうん、で、そのまま後日車買ってくれたとか。おー、へー、まあ、だからウェルカムなフレンドリーなお店ってことですからね。そう、もうね、全然そういううちで買ってなくても、うんうん、まあ、全然おいでおいでみたいな感じだけ、うん、まあ、確かに、でもそういうなんかね、お店の雰囲気とかがやっぱね、良、うん、ければなおのことみたいなのもありますよね。そうそう、通学路で高校生が、うん、自転車で行き来する子が車が好きですっつって、うんうんうん、車見せてくださいっつって、定期的に遊びに自転車に乗ってくる子とか、うんうんうん、絶対免許取ったらあれだね、そう、うん、ジェットシティで車買いますって、うん、そう、乗ってくれればいいけど、うん、よそで買って、うん、車乗ってきて、カスタムしてください。そしたら多分便所サンダルで頭殴られるかもしれないけど。ジェットシティさんは、うん、客層結構幅広いですか？お客さんはね、うちは若いお客さんが多い。あ、若いお客さんの方が多いんだ。うんうんうん、多い。へえ。でもやっぱあれなのかな。うん、まあ若い子の方がカスタムよく。ああ、そうね。そう、なんかやっぱアメ車への。
憧れみたいな、上着見てとか。確かに確かに、うん、あ、じゃあ結構みんな仲いいですか。みんな仲が良くて、うん、あの月に1回ドライブ行ったりとか。あ、そうなんだ。バーベキューしたりとか。へえ。運動会したりとか。運動会、運動会めっちゃ楽しそうじゃん。ソフトボール大会とか。すごい。じゃあそういうタイミングであれだ、なっちゃんがチアとかでいるかもしれない。そうそうそう、かもしれないってことだ、うん。なんかあれもやってたな、ね、って雪合戦、雪合戦、しかもみんなめっちゃ仲いいもんな。そうそうそう、すごいよな、みんなね、みんな仲いい、いいね。ここで仲良くなって結婚した人もおるし、マジで、すごい。 YouTube ジェットシティ来てね。今年の2022年4月17日に広島でレックスっていうカーショーをやるんで、ぜひ皆さんエントリーしてください。あ、こっちか。どこにエントリーするの。あ、エントリーするの、そこでしょ。おっぱい、そこにエントリーお願いします。あ、こっちか。こっち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 インスタグラムで検索してください。ここでね、そこにマメシャ、USDM、ローライダーとか、バイクとか、まあ、比較的オールジャンルでですね、やってます。2年ぶりの、2年ぶりの開催、コロナで中止中止が続き、うちも久しぶりにね、広島に来るのがレックスの予定だったんですが、メイは来月来るってことですか。そうですね、はい、もう一回行きます、はいはい、もう一回行きます。お待ちしております。お願いします。後半へ続く。